日本の F-35B ステルス戦闘機の配備が待ち遠しいですが、何より、パイロットの育成も大事ですよね。現在、南シナ海で、アメリカ空母カール・ビンソンでの F-35C 戦闘機着艦事故などもあり、一層、パイロットの教育が重要視されるでしょう。今回は、海上自衛隊護衛艦課が、伊豆、物回収計画に変更か、を詳しく見ていきますね。加賀ももう時期回収計画がスタートしますが、まずは艦載可能とすることで、様々な作戦展開できるようになりますね。日米でのクロスデッキも、そのうちの一つに。日本で、F-35B ライトニング戦闘機の導入が急がれている中、護衛艦の甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦、出雲、であるが、次の定期点検時には、艦首をスクエア型へ変更するプログラムが、すでに組み込まれている。今回は、護衛艦、出雲、や、加賀、の変更プログラムの進み具合を詳しく見ていくのだが、それよりも核心となる問題は、F-35B 戦闘機の方にあり、機体やパイロット育成が、急務となっている。現状のようだ。 F-35B ライトニング戦闘機を納入するまでには未だ時間がかかるため、艦首の改修工事もまだ進んでいないのが現状であるが、甲板をスクエア型に変更する理由としては、安全運用に最良だからであるというのが重視事項である。コロナ禍において2020年4から6月期の GDP は年率換算で27.8% 減で、リーマンショック後の 17.8% 減をはるか超える戦後最大の落ち込みとなっていた状況の中、2020年9月末には、2022年度の防衛予算の概算要求が発表され、その中に、海自のヘリコプター搭載型護衛艦、出雲、と、加賀、を、航空母艦改修工事の必要経費として、約230億円が堂々と明記されていた。この二つの護衛艦を、航空母艦改修に関する内容を、予算上の観点から見ると、艦上の全通飛行甲板に、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することになるのだが、この戦闘機は、離発着時に、非常に、高温の排気熱を出す仕組みとなっているため、甲板に耐熱加工を施す、必要経費が含まれているわけである。2013年、1月1日に、ユニバーサル造船株式会社と株式会社 IHI、マリンユナイテッドが合併して誕生した、日本の造船会社であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜工場において、出雲は、2020年3月から、飛行甲板の耐熱工事を施しており、2021年6月下旬には、母港である横須賀基地へ戻ってきている。外観上で見ても、その変化は、ほぼわからないが、今までのヘリ運用専用の白いライン表示に、F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追加されており、すぐにわかったことは、米海軍の強襲揚陸艦に類似しているという点であった。また、船の進行方向へ向かって、右翼に環境構造物が設置されているが、前とした黄色のライン表示が干渉しないように、左翼端に近い位置に引かれていて、戦闘機の滑走距離の確保を図っているということも確認できた。要するに、艦載機が艦艇の構造物に衝突してしまっては、元も子もないという戦う以前の問題になる理由から、構造物と戦闘機との距離を十分に確保するための重要な役割を持つラインが引かれたのだ。実は、この他にも変化がもう一点想定されており、収益後から現在まで、出雲の全通飛行甲板の先端部分は台形であったが、重要な役割を持つ、黄色いライン表示の先をたどっていくと、艦首部への距離が短くなるため、今後は、幅を広げて、スクエア状に変更していくことになっている。これは、2025年から、始まる2回目の大改修において、出雲の艦首部分変更を行うことになっており、2022年からは、加賀
の改修工事が開始される予定なので、外観上の大幅な変更は、同館を見れば外略理解できるだろう。関西機となる F-35B ライトニング戦闘機の汎用性は、世界的にも定評があり、短距離離陸も、垂直着陸での運用も、システム的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵装の量を考えると、短距離離陸で運用する方での負担が少ないことが良いと言われている。出雲、や、加賀、の飛行甲板の先端を拡幅して、スクエア型にする理由は、アメリカのワスプ級や、アメリア級の強襲揚陸艦と、同じような対応であるが、昨年極東に航海してきた、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスとは相違するというのは以下で理解してもらいたい。英国母艦、クイーンエリザベスのように、F-35 ライトニング戦闘機を主力艦載機とすることならば、同機にとって、効率的なスキージャンプ式の発艦装置を装備することが必須であるが、出雲、や、加賀、は、対戦哨戒任務を中心とした行動を継続していくため、船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置しており、そこに、スキージャンプ式発艦装置を設置してしまうと、艦艇のバランスが崩れてしまう、危険性がある。最悪な事態としては、艦艇上部の重量配分が重くなる、トップヘビー状態を招いてしまい、台風発生時などの荒天時は、波の影響を直で受けてしまい、その際に傾いている状態であれば、艦艇が転覆してしまうことも十分に考えられる。日本政府は、出雲、や、加賀の艦載機として、常に F-35 ライトニングミビー型を運用はしないと示しており、従来の SH-60 キロ追戦哨戒用ヘリコプターを搭載する体制も併用させる予定になっていることからも、対戦哨戒任務の重要性が非常に高いことが読み取れる。たとえ、出雲、と、加賀、が航空母艦に改修されても、このような理由から、スキージャンプ式発艦装置を設置することは現状皆無で、これら母艦をモデルにした川口海事氏が描く漫画本、空母息吹のようにはならないため、密かに期待していたファンは、SNS で嘆いていた。母艦上で、短距離離陸、および、垂直着陸を可能とする F-35 ライトニング 2B 型を実際運用するにはクリアしなければならない様々な課題があるが、その一つ目としては、製造元のアメリカへ派遣して、運用可否についていちいち認定を受ける必要があることだ。今年は、出雲がこの試験を受ける予定であり、費用と時間のかかる戦闘機だと感じてしまうが、その手間をかけてでも、絶対に実用化したいと、専守防衛の願いが込められている。現在、出雲の飛行甲板を拡幅して、先端をスクエア型にする工事は、完了していない状態で、アメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 自体の運用そのものには、大した影響ではないと考えられる。現在のところ、出雲は、F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を先行取得して、2025年頃から、飛行甲板の先端をスクエア型にする工事を含め、大改装を行う予定であり、一方の、加賀、は、一足早く、2022年度から、同様の大改装を行い、2024年前後に、アメリカへ渡り F-35 運用認証を得る計画で進められている。これまでの、出雲、や、加賀、の改修工事と同じく、関西機 F-35 ライトニング 2B 型の購入準備も、順調に進められており、2020年度の予算案からすると、F-35B の実際の引き渡しは、早くても、2024年前後と見積もられており、翌2025年に、宮崎県のニュータバル基地に、飛行隊が配備されることも、概ね決定している。理由の一つとしては、もともと、同飛行隊が、広島県の5基地を母港とする、加賀、に艦載するために編成されたため、
現状のスケジュールから見ても、最短で2026年に航空母艦化の改修工事を終えた、加賀が F-35 ライトニング 2B 型の運用できるようになるからである。当初は実現化に時間がかかると言われていたが、現行の大隅型輸送艦2台の代替艦も、その時期には仕様が固まって建造準備に入っていると予測されるので、こちらの艦艇の進捗に関しても注視すべき点である。この先、出雲や加賀の F-35 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦、または海自発の強襲揚陸艦にする代替案もあり、現在の日本国憲法で謳われている攻撃的兵器の保有禁止原則とのバランスも考えながら、慎重にことを進めていく必要があるだろう。